どうも、りょうまでーす。今回は動物の森をやっていこうと思いまーす。動物の森がね、ちょっと久々、ちょっとっていうかだいぶかな。下手すると1ヶ月ぐらいやってなかったと思います。で、アップデートで、あれですよね、マリオとなんかコラボしたっぽくって、今回珍しくちゃんと調べてきたんですよ。なので今回はね、マリオのコラボのね、あれをね、買いに行こうと思っております。と、その前にですね、見てください。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。マリオのそのコラボのね、やつを買いに行った後に、最後に、またね、キャンプサイトに行って、最近恒例になっている、ちょっと見た目だけで判断して、あだ名をつけていこうかなと思います。ってことで、じゃあ早速、マリオのコラボを買いに行きましょう。もうね、本当にお久しぶりすぎて、多分お手紙も結構溜まってると思うんですよね。おお、そうだ、なんか前プレゼント送ってくださったって言ってくれてたわ。そうだ、受け取んないと。ちょっと待って、ミラコさんからお手紙来てんだけど。りょのすけ、実はさ、そうだ。なんかこの間話しかけられた時に、なんかあだ名決めてもいいって言われて、そうだ、りょのすけになったんだ、自分。一瞬誰かと思っちゃった。ギラギラしたものを見つけるのが昔、びっくりした。これ一瞬。違う文字に見えちゃった。うちのブームだったんだ。ダチもみんなやってたんだから、無駄に携帯をデコったりしてさ、あー、携帯デコってる人いたわ。スマホざっとあんまりね、見ないけどね。持ち物は無理して、光らせてたけど、なぜか服はジャージだったな。今思うと恥ずかしいミラコ。あ、なんかそういうのあるよね。今思うとね、あれなんでやってたんだろうみたいな。お、任天堂から。これあれかな、マリオのコラボの時のやつかな。ありがとうございます。こんなにプレゼントまで送っていただいて。母から来たよ。雪解けて、草木も芽吹き。母ウキウキ。待ってました。春の訪れ。雪解けを見ながら作ったの母より。考えてみたらさ、雪、なくなってるね。そういえばね。ちょっと早速、任天堂と、母からのやつを見てみようかな。こっちかな、任天堂。任天堂あれかな、マリオ関係のかな。スーパーマリオの壁だって。がっつりマリオのじゃん。母から。母のキャンドルだって。ちょっとこれ気になるからすぐ見てみようか。母のキャンドル。え、なんかめっちゃ可愛くない？なんか母シリーズってあれだよね。毎回可愛いよね。あ、てかなんかモフィアさんもなんかすごい、春っぽそうな服装してる。ってことで、あれだよね。タヌーポートだっけ？そこのところで確かなんかマリオのコラボのやつを買えるっていうのを珍しく、ちゃんと調べたんですよ、やる前に。で、多分これ、届くのあれですよね。後日ってことですよね。これで頼むってことは。タヌキ、え、マイルだっけ？ショッピングだっけ？ちょっと一回、マイルの方見てみようか。これあれかな？ショッピングの方かな？あ、ぽいですね。ショッピングの方だ、多分。え、間違えてないよね。確かね、ここで買えるっていうのを今ちょっと前に、調べてやっ、おっと、待って、あれ？あ、あった一気アップキノコ。キノコ地形、地形って何？キノコ地形 S。空中のレンガブルック。あ、これアイテム出るやつだ。コイン。しかもコインめっちゃ安。甲羅。ゴールポール。スーパーキノコ。スーパースター。お、これ無敵になれちゃうじゃん。これあれさ、これが今回すごいんですよね。確か、土管がなんか2つ以上あると、なんかランダムで、なんかどっかの土管から出れるみたいなのも調べたんですよ、ちゃんと。どうっす。おー、急にイカチオ顔になった。ハテナブロック。あ、これあれだね、ちゃんとガッツリアイテム出るやつだ。ファイヤーフラワー。え、これさっきと何が違うの？レンガブロックと。あ、こっち空中で、これは普通に下に置けんのかな？ピーチの、ピーチームの冠ちょっとお高いね。マリオの帽子。やっぱマリオと言ったらね、このね、真っ赤っちゃのね、帽子よね。ルイージの帽子。お、マリオもあるんだ。マリオのヒゲ。ルイージのヒゲ。マリオとルイージ、ドヒゲ、あれなんだ。違うんだ。一緒かと思ってた。
ワリオはね、お花も結構ね、特徴のあるね。ピーチ、あ、がっつりピーチ姫だ。マリオの服、ルイージの服、ワリオの服、ピーチ姫の服、あ、すごい、お靴までちゃんとあんのね。あれ？これさっきさ、来なかったっけ？あれさっき来たプレゼントと、これまた別物かな？床、あ、すごい。ジュゲムの雲のラギョ、これかわいい。あ、ヨシの卵、お、これが、あれなんだ、マリオ系の一通りのやつなんだ。これさ、注文ってさ、確かさ、5個しかいけないよね。でも今回の一番気になる、これは絶対に、注文しよう。これ2つ頼んどこうかな。あと3つどうしよう。めっちゃ迷う、めっちゃ迷う。あ、これやっぱ欲しいかな。ハテナブロックがね、マリオ感、すごいあるから、これは買っておこうかな。帽子好きだから、マリオの帽子買っとこうかな。ね、やっぱね、これマリオ感あるしね、これは買っときましょう。で、帽子買っちゃったらさ、やっぱさ、あれだよね。お洋服も欲しいよね。これ買っとこうかな、じゃあ。一通り、マリオの格好、あれ？もう、あれだっけ？ 5 点頼んだんだっけ？じゃあ今回は、これだけにしておこうかな。明日これ届くのめっちゃ楽しみなんだけど、ちなみに、今日は前に麻婆とコラボした時のあれだね、小肌のままでやっております。そういえば最近お洋服屋さんも全然行ってなかったんですけど、これあれかな？マリオのアップデートしてからなんか変わったりとか増えたりとかして、でもマリオ系のはないのが、これ前も見たな、このなんだっけ、ヒーローのヘルメット的な、なんかちょっとあれですね、変わったのはなさげかな。一応この中も見てみようかな。ちょっとお邪魔します。なんか良さげなのあったら買っていこうかな。お。やっぱここら辺は特にあれだね。マリオ系のは、これ可愛くない？やばー。これ買っとこう。なんかクマさん的なあれだ。もうがっつり書いてあるわ。クマの被り物って。でも今回これだけでいいかな。色も可愛いし、これ買っとこう。買っちゃう。これせっかくだから、じゃあこれ着ていこうかな。このまま、ちょっとクマさんの格好で行きましょう。やべえな、これ。最近ね、たぬき商店も全く来てなかったので、ちょっと久しぶりに行って、これもあれかな？左下にいつもさ、なんか期間限定のものある。なくなってる、そもそも左下に。なくなっちゃったんだ。やっぱなんかイベントとかやってないと、ないのかなって、これ何？そちらの商品は、アルテミア水槽でございます。アルテミアって何これ？なんかさ、中にさ、なんか微妙にちっちゃいのがいるね。なんかよくわかんないけど、一応買っとこうかな、これ。ちょっと後で調べてみよう、アルテミアが一体何なのか。ここら辺はなんか、マリオ系のもの増えてんのかな？マリオはあれなのかな？注文する系しか増えてないのかな？特になんかレシピも、とかもマリオのがあるわけ、ないもんね。はい、オッケー。せっかくね、任天堂の方からね、スーパーマリオの壁、これね、いただいたんでね、飾ってみよっか。壁に貼る。あれ？これさ、さっき言って、すごい！見て！ちゃんとパックン動いてる。やばいやばい。これマリオ好きにはあれだね。めっちゃたまんない。壁紙だね。すごいすごいすごい。これ、あれだね、いつかね、床もね、ちゃんとやってマリオのお部屋作りたいなぁ。お久しぶりに、チュンの助が、おーし、今日はおいらが新しいリアクション教えてやるぞ。なんか、リアクション教えてもらうのも久しぶりだなぁ。どんだ、いい、そのお顔すごい好き。ほら、こんな感じで。張り切って筋トレしたのに、あんまり筋肉痛にならなかった時に使えるぞ、ダチューン。ありがとう。これ自分がやるとどんな感じなんだろう。いや、こういうお顔好きだわ。ありがとう、淳之介。りょうまちゃんじゃん。あたいたち、春と秋どっちが好きか話してたんだよ。春と秋かは難しいな。そうだ。りょうまちゃんも教えて、どっちの季節が好き？プルル？あれ？待って、嘘。うちにも、でもね、あれ、前、そうだ、麻婆の時行った時はあれだ、プルプルだ。
まさかうちの島にも、麻婆の島で流行ってる口癖の子がいると思わなかった。春と秋か、自分なんかね、寒くなっていく方が好きなので、秋かな。そっか、あたいも、秋はおしゃれのバリエ増えるし、まあまあ好きかな。夜が長いから部屋でゆっくり趣味に持ち込めるしね。僕も秋は焼き芋とか焼き栗のいい匂いがするから大好きだな。あんたって本当に食べ物のことしか頭にないんだね。それって褒め言葉でしょ？嬉しいな。まるでバケツいっぱいの冷やしパイン食べた時みたいだよ。どういうこと？あーん、そんなこと言われたらあたいもお腹が減ってきちゃった。本当に動物たちの会話かわいいな。はい、ということでね、今回もね、キャンプサイトにね、誰かが来てくれてるみたいなので、早速ね、行ってね、いつものようにね、こう、あだ名をね、つけようと思いまーす。前回の子がね、結構ね、悩んだからね、今回ちょっとほんと、ミートちょっと待って、なんかさ、ちょっとこのなんか虎柄っぽいような感じのお洋服がすごいなんか大阪のおばちゃん感がある気がするんだけど、ちょっと待って。これも悩むなぁ。これ難しいんですけど、今3分くらい真面目にすごいじっくり考えて、なんかワニと、クロコダイルから、なんか、ちょっと撮ってるんじゃないかなと思ったんですよ。で、なんかね、クロコダイル感が半端ないから、クロコダイルから撮って、黒みだな、黒み。黒色入ってないけど黒み。じゃあ早速答え合わせいきましょう。お名前は。あ、待って、待って、嘘。ここか、黒みじゃなかった。ちょっと待って、惜しくないですか？まさかの一文字違い。自分の予想めっちゃ合ってんじゃん。で、自分最近動物たちの語尾を聞くのが、すんごい楽しみで。ちょっとね、クロコさんのね、語尾もね、どんな感じなのかめっちゃ楽しみなんで、ちょっと早く聞きましょうか。ふふふ、あなた、人見知りしないのね。私の名前はクロコよ。声をかけてくれてとっても嬉しいわ。この島は空気も美味しいし最高ね。もうしばらく滞在させてもらうわ。私もここに住めたらいいのに、どうすえ。あれ、ドスエってさ、なんかさ、京都の方の方とかってドスエって言わなかったっけ？なんかあながちさ、大阪のイメージあれじゃない？あんま待って、あれ、大阪と京都って近いよね。ダメだ、こういう時ね、地理が弱いとダメですね。はい、ということでね、今回はね、マリオのアップデートがあってやってみた感じだったんですけど、まだね、実際にそのマリオのね、ものとかをね、こう触ってね、使って遊んだりはできてないので、今日ね、頼んだので、明日、ね、また届くと思うので、今度その届いた時に実際に使ってみる動画を撮ってみようと思います。ということで、今回はここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。